早いな。まだ8時だぞ。今日は何かあるのか？オカリンに怒りに来たんだよ。何の話だ。しらばっくれてもダメだもん。オカリンってばルカちゃんを泣かせたでしょ。なぜそれを。ひどいこと言ったの？マユリには関係ないことだ。これは対機関に関わる重大な機密事項である。関係なくないよ。ルカちゃんはマユシーのお友達だもん。くれないならね、マユシーはオカリンと絶交だよ。もうラボメンもやめちゃうんだからね。
シーも聞くよ。マユシーにも話してほしいな。ね、それでね、ルカちゃんに謝りに行こう。仲直りしに行こう。マユシーも一緒に行くから。おかりん？やれやれだな、マユリよ。この俺が悩みだと。バカも休み休み言え。この俺は狂気のマッドサイエンティスト、鳳凰院教魔だぞ。この俺に悩みなどない。あるのはただ混沌への渇望と野心のみだ。オカリン、これからルカコのところに行ってくる。本当？謝りに行くの？だったらマユシーも。いや、お前について来られるといろいろ面倒になる。留守番を頼む。来てくれたんですね。ありがとうございます。
マユリに何を話した？すみません。でもこんなことマユリちゃんにしか相談できなくて。どこまで話したのかという意味だ。ほとんどは内緒にしました。マユリちゃんが死んじゃうっていうこととかも。まだ冗談だと思っているのか？大事な話というのは、にゃんだしょうかにゃ？なる前までで。
ですから。よく聞こえなかったんだが、もう一度頼む。はっきりと言ってほしい。俺にできることなら何でもするから。コーヒー。何だって？恋人になってください。なぜだ。好き。
考えさせてくれ。2分、あ、いや、5分だけ時間をくれ。ジューシー唐揚げナンバーワンをレンジでチンして D メールは、つまり ABC と、およすなわち電子レンジはバラ十字弾の思想を受け継ぐ騎士たちの錬金術が生み出したものであり、チンとなる音こそが洗脳装置で、実はチンとなる意味など全くなく、わー、オカリンが壊れちゃった。少しばかり戦略的撤退を図る。気が散るからこっち見んな。何度言わせんのよ。
お前を天才の科学者と見込んで話がある。手短に。柳林神社まで一緒に来てほしい。理由を言って。デートとか言うつもりなら断る。この俺がデートなどという軟弱なものをするわけがないだろう。ましてやその相手が女子とか、冗談もほどほどにしてくれ。つまり、男の脳と女の脳の違いについてだ。わけわからん。男性と女性で脳の働きって全然違うって知ってた？はい。男性は右脳が活発、女性は左脳が活発なの。ちなみに右脳は画像処理とか空間処理、あとは総合的な判断力なんかに使われる。左脳を使うのは言語、あと計算とかかな。
右脳と左脳をつなぐ脳梁っていうのがあるんだけど、女性の場合はこれが発達してたりする。ほら、よく言うでしょ、女性は2つ以上のことを同時にできるって。それは脳梁が発達してるからだっていう説もあるわね。に近い俗説であって、それほど信憑性が高いわけでもないんだけど。ちょっとだけ試してみてもいいかな。あなたの脳が女性としてのパターンを示しているのか、男性としてのパターンを示しているのか、マッピングしてみたいの。マッピングって何ですか？脳波マッピング。あなたの脳波をサンプルとして取らせてもらうだけ。とにかく調べればわかるってね。ねえ、痛くしないから。嫌です。ほんと大丈夫だから、私が保証するから。ほらほら。お前はどこの変態親父か。何よ、ではない。何のためにここに来たのだ。ルカコを怯えさせてどうする。私はただ彼女に貴重な被験者として。帰れ、この実験大好きっ子が。ああ、そう。せっかく協力してあげたのにそういう扱いなわけ。だったら言われた通りに帰る。あとはあんた一人で頑張りなさい。岡部さん、牧瀬さんは何の話を。つまりだな、
お前は本当は男なんだ。ひどいこと言ったの？これから会いに行ってくるから、案ずるな。え、そうなの？よかった。オカリンが謝らないって言い出したらね、マユシーはオカリンと絶交するつもりだったんだ。
スちゃん、寝てるの？徹夜なんだから起こさない方がいいよ。クリスティーナ、起きてきてくれ。うるさいな。これから柳林神社に行く。お前もついてきてくれ。オペレーションクリスティーナ2だ。すまん。ちょっとだけ待ってくれ。お前、人の気も知らずに何がリア充だ。今のルカコの話聞いていたか。
今北産業。聞いてなかったのか。この遠さじゃ聞こえるわけない。告白、15日まで。そしたら男に戻る。いちいち私に相談することがあるわけ。漆原さんの願いを叶えてあげればいい。だけど相手はルカ子だぞ。どこが不満なの？あんなに可愛いのに。しかし音元は男だったなんてのもあんたの妄想かもしれないし。私から見れば彼女は最初から彼女だった。観念しなさいって。じゃあね。あ、待っ、何のために連れてきたと。今の電話の相手って牧瀬さんですか？ああ、そうですか。なんだか今の岡部さんとても楽しそうにお話ししてましたね。どこかだ。それで、
いいだろう。お前と付き合おう。15日の夕方までだが。泣く。嬉しくて行くのは問題ないが、どこへ行く？え？岡部さんの行きたいところに行きたいです。好きな場所を知りたいから。
じゃあプランは明日までに考えておく。